いやー、日本では海外ほどゲームは浸透していない。そういうわけではないと思うけどな。単純に、さ、みんなよく海外の e スポーツが海外がって比べるけどさ、人口が全く違うからな。アメリカの人口と日本の人口も単純にゲームの人口云々にそもそもの人口の差が大きいから、そりゃ向こうの方がね、ゲーム人口も多いし、賞金、視聴者も多いし、プレイヤー人口も多いし、ね、賞金も多いし、そりゃ、視聴者が多い分ね。国内だけで考えたら、そりゃ海外と比べたら絶対劣ってるに決まってるんですよ、そんな。そもそも人口が違うんだから、もうそれはもう絶対勝てない。ねえ、ああ、クスタくっついてますよ、あなた。ちょっと。あぶね。おお。あ、待って。日本はまだゲームなんてやらせたら、いや、それは別にどの国でも一緒っすよ。一緒一緒。そう思ってる人なんて、てかそっちの方が圧倒的に多いっすよ。そりゃあね。今、蘇生のあれ撃ちたかったな。何だったんだ？こんなゲームとかさ、e スポーツがなんて、まだ10年も経ってないっすよ、全然。広まり始めてから。なんやそれ、ゲームです。ゲーム大会なんやそれって人、大人がほとんどっすよ。そりゃ、そりゃ海外ももちろんそう。ただ、ね、さっき言った、単純に海外とは人口差が違うから、ゲーム人口の差もね、視聴者の差も、それは比べ物にならないくらいね。あっちの方が多いから、単純に、ああ、海外はね、ゲームが浸透してるんだって思うだけで、向こうはまだゲームなんじゃそりゃっていう層の方が圧倒的にもちろん多いっすよ。マジ二人しちゃう？いないですね。いないですね。半分、もう半分消えたか。フラグメントバックは筋肉解凍すぎる。いや、でも、これさ、普通じゃないぜ。このさ、減り方っていうか、もう、減りが早いからみんなフラグメント行こうみたいになっちゃってる、この状況。バトロワとして普通じゃねえと思うけどな。お？あ、やべ。これは、僕、一番行っちゃいけないところ行っちゃったね。アンチ外戦いたくないから帰るぜ。カジュアルなのに、初心者に優しくないよね。初心者が Apex 始めますって言っても普通いきなりランクとか行かんへんや。アジアル行って、こんなヘリの早い、なんかよくわからないところにぶち込まれるっていうのは、ちょっとなんか違うよな。まだアンチ外で銃声しとるわ。早く移動しよう。あれ？バトロワってアンチ内に移動するゲームだよな。もうダメだ。フラグメントにもう取り憑かれとるわ。敵が。もうダメだ。もう、あれだ。もうダメージとキル取りたさにもうフラグメントから離れられなくなっちゃってるよ、これ。もうアンチ来ようが、もう離れないよ、もう。あ、フラグメントから。あ、やっときた。アンチ移動が遅いとどうなるか教えてやろうか。あ、フラグメントに、あ、帰ってった。あ、またフラグメントに。フラグメントに帰ってきましたね。ああ、やっぱあそこが好きなんやな。あの、ジップハウスにも取り憑かれとるな、本当に。道連れにされるのでは？フラグメントに引きずり込まれたせいで。同じ道を辿ってるのではないですか、これ。フラグメントに取り憑かれてるってバカにしてるのに、これ自分も、フラグメントに、ああ、いけるわ、いける。大丈夫。俺の勝ちや。生きとるって。いや、もうミリアンか、あんた。死ぬ。もうバトラーは、アンチ内で戦わなくなったんやな。知らぬ間に。あー、今じゃない、欲しいの。
うわー。あ、草読みしちゃった。ウルティン。いやー、べーぜ、この武器。やべーぜ、この武器。上行っちゃったな。下か？さあ、ああ、ちょっとね、僕が倒したんで急にここで。敵のだね。あとワンマガ、ツーマガか。ウルト入ってんな。ナイス。え、これ味方のだよな。ナイス。ミサイルマーク出てたら番がね。お、来た。いいね。まあまだマシかな。武器、とりあえず武器が出てよかったか。いや、ブレが素直すぎて逆に難しい。結局ケアパケ武器使わないっていうね。ヒットファイヤーってなんかブレがなさすぎて逆に難しいな。もうちょっとブレてほしいんだけど。ジブ空爆撃とうぜ。ジブジブ空爆。フラグじゃなくて。おお、うまい。キャラコン。あ、あれさっきのやつじゃないかな。あ、違う。ああ、味方の空爆だ。ちょっと待って。待って。終わっちゃった。あやーん、やっと。二パッカ。ズンズン。ははは。近い。一人ってパターンですか、これは。もしかして。いや、スピファの腰打ち強かったな、やっぱり。腰打ちで適当に打ってれば倒せる武器でした。これで14ですね。
いや、あれなんですよ。ごめんなさい、映ってるんですよね。かわいそすぎるな、ちょっとマジで。ひで。やっちゃいたいな。なあ、上の敵。かもしい。うん。スピはかい。だいぶ時間かかっちゃった。いや、つえー、やっぱこれ。もうリブじゃん。最悪や、あれ。終わっちゃった。このパーティーで終わりだ。おいしょー。おいしょー。遊べるぞー。いやー。ああ、二人だけか。あれ？三人いなかった？あれ二人だけだったのか。終わっちゃった。